どっせマスクザフリモン TV。 はい、こんにちは、マロです。まあ、秋の、ね、iPhone の発売も非常に楽しみなんですが、まあ、それとね、同じくらいに登場をね、楽しみにしているものがあります。それがね、こちら iPadOS でございます。めちゃくちゃ楽しみなんですよね。まあ、マルチタスクがね、非常に使いやすくなって、まあ、ベッドとかね、ソファーでも複数のね、作業をサクサクこなせるようになると、まあ、その姿をね、想像したらたまらんわ。まあ、そしてね、 MacOS との組み合わせでサブディスプレイとしてもね、使えちゃいますし、どんどんね、Apple の連携性にこう磨きがね、かかっていくような感じがしますね。もうだからね、 iPhone とか iPad からね、抜け出せないんですよ。そして iPad にはもう一つ楽しみな機能がついてきますね。それがマウスが使えるようになること。これもね、めちゃくちゃ楽しみなんですよ。まあ、結構ね、記事などでも書かれてるんですけども、案外普通にね、使えるんですよ。で、僕もね、ベータ版をダウンロードして、まあ、使ってみたんですが、カーソルの形は違えどね、意外と普通に使えます。ですから、デスクワークでね、ちょろっとマウスで操作したいなっていう時にはもう十分でございます。結構ね、こうやってデスクで使ってると、こうキーボード打ちながらね、画面に手を伸ばすのって意外と面倒くさいんですよね。ですから、デスクに置いてる iPad をね、マウスも一緒に使って、まあ、パソコンのね、補助的な役割で、使ってみたいと思うんですけど、でもせっかくマウスを使うんだったら、やっぱり iPad にね、似合うものを選びたいですよね。そこでいろいろ探した結果、 iPad にぴったりのマウスを見つけました。それがこちらですね。こちら、サテチ M1 Bluetooth マウスでございます。はい、これですよ。まあ、Mac とかね、 iPad のアクセサリーで非常に有名なサテチなんですけども、まあ、マウスも出してたんですね。もうこの M1 をね、選んだのはもう単純にデザイン、もう素材にね、アルミも使われていて、もう Apple 製品との相性抜群なんですよね。もう非常に美しい。やはりアクセサリーにもこだわって、テンションぶち上げでね、まあ、デバイスを操りたいものです。というわけですね、 iPad のために手に入れたこちらのサテチ M1 Bluetooth マウス、お触りしてみたいと思います。はい、それではですね、こちらのサテチの M1 ちょっと見ていきたいと思います。まず中身開けていきましょう。よいしょ。いやー、 Mac とかね、 iPad にぴったりのマウスっていいですね。はい、オープン。まず説明書が入ってます。そしてケーブルですね、こちらは USB-C と Type-A のケーブルとなってますね。はい、長さもね、十分にありそうですね。じゃあケーブルついてます。そしていよいよ本体。おお、もうこの袋に入ってる状態でいいですね。もうアルミのひんやりした手触りが伝わってきますね。それでは中身出します。よいしょ。はい、こちらですよ。素晴らしいですね、デザイン見てください。なんかシルバーのね、おまんじゅうみたいな感じですね。今回グレーとブラックのタイプを選びました。まあ、iPad Pro とかでもね、使いたいので、まあ、カラーリング合わせてね、ちょっとダークなカラーにしました。で、触ってみると、あー、アルミだわ。このデザインは申し分ないですね。美しい。そして持ってみると結構軽いんですよね。シルエットもね、すごく滑らかな楕円形で美しいですね。本体と付属品はこんな感じです。そして背面を見てみますと、 Bluetooth マウスということで、電源のね、オンオフついてます。そしてね、ちゃんと擬的マークもついてますね。で、デザインはですね、左右対称型になっていて、右手でもね、左手でもね、扱いやすいような形状になってます。で、ボタンはですね、シンプルに左クリックと右クリック、そしてこちらのホイールスクロール、これのみとなってます。だから、ショートカットのボタンとか一切ついてないんですよね。非常にシンプルなマウスです。まあ、プライベートでね、パソコンで動画編集したりするんだったら、ちょっとね、ショートカットのキーとかは欲しいんですけども、まあ、今回僕は iPad で使うことをね、メインに考えてますので、まあ、ショートカットのボタンは必要ないかなと思います。例えば、ロジクールとかだったら、パソコンでね、ボタンにショートカットキーを設定するのにね、パソコンにアプリをインストールして、そこから設定しないといけないんですけども、まあ、こいつはないんですよね、そういうのが。まあ、ボタン自体ないですから。まあ、それとね、ロジクールとかもさすがにね、iPad とかにはそういったね、設定のアプリ対応してないので、まあ、おそらく複数のね、タイプのボタンのマウスを使ってもね、ショートカットキー覚えさせられないんですよ。まあ、ですから、デザイン優先のね、シンプルなタイプを選びました。ほんと、この曲線めちゃくちゃ美しいですね。で、マジックマウス
スと比べるとこんな感じ。もうデザインはね全然違いますけども、いやでもどっちもねアップル製品に合うよね。これこっちのねサテチの方が軽いんじゃないかな。ちょっと重さ測ってみますね。サテチの M1 がですね 88.5g、 あ結構軽いわ。その辺のゲーミングマウスぐらいね軽いですね。そしてマジックマウスもう持ってみるとこっちの方がちょっとずっしりくるんですけども、どうでしょうかね。 98.5g、 10g ぐらいですかね言うても。どっちもマウスとしては全然重たくはないですね。そしてサイズなんですけども、ほとんどねマジックマウスと大きくは変わらない感じですね。ちょっとこっちの方がやっぱり縦も長いかな。そして横から見るとこんな感じ。厚みはねやっぱりほら、こっちのサテチの方があるかな。こっちのサテチの方もね手に馴染みやすいように設計はされてるみたいなんですけども、そしてホイールはですねこのようにギザギザになってますね。これがねめっちゃね指で転がしやすい。あの指の皮にねしっかり引っかかってくれるんでめちゃくちゃ操作しやすいですね。ここもね金属になってるのですごいなんかメカメカしい感じがしますね。こういうアイテム僕大好きです。残念なのが左右のスクロールには対応してないんですよね。パソコンで使うんだったらちょっと物足りないかなと思いますね。実際にね iPad と並べてみるとこんな感じですね。色合いはやっぱり違いますね。まあサテチの方がねちょっとガンメタというかダークな印象ですね。そしてなんかメタリック感が強いですね。でも並べてみるとこんな感じ。まあでもアルミ同士なんでね相性はいいですし、こう絵がねめっちゃ引き締まりますね。よく似合う。アップル製品にはすごく似合いそうです。そしてこちら MacBook 12インチと並べてみると、こんな感じですね。あでもいいじゃないですか。スペースグレーのねあの MacBook シリーズにはすごくねよく色合ってると思います、ね、普通にかっこいい。すごくねデスク周りが引き締まる感じがします。見た目の相性はもうバッチリですね。はい、それではですねペアリングしていきたいと思います。こちらのね電源のスイッチをオンにすると、下のねライトが点灯しました。はい、するとですねサテチ M1 マウスと表示されましたので、あとはこいつをね接続タップするだけです。はい、これでつながることができました。接続も簡単。一応こちらですねあの仕様はですね Bluetooth4.0 を搭載ということで、あとは DPI がまあ1200固定ということで、まあ、一般用途で使うには全然ね十分な解像度なんですけども、まあ、自分で調整したりすることはできません、まあ、そういった設定とかねアプリがないので。それではですね実際ちょっと使ってみたいと思います。はい、今ねマウス動かしてるんですけど、あでも反応いいよ。うん、すごく自然にカーソル動きます。でラグとかもね全然感じないでね。今スクロールしてますけど、うん、全然問題なく使えますね、まあ、調整はできないですけど、まあ、十分デフォルトの状態でもね、まあ、一般的な用途だったら反応は十分かなと思います。変にこうやってスクロールとかもね早すぎたり遅すぎたりしないので安定して使いやすいですね。反応もね結構リニアで、うん、悪くないです。こうやってブワーっと動かしても結構追従性いいですね。でこの机もねちょっとボコボコしてるんですけども、それでもね、うん、変に固まったり途切れたりすることはなさそうです。でこの机の上でのね動きもすごくね軽いです。うん、よく滑る。あのマジックマウスねこの音分かります？結構ザラザラ言うでしょ。でこっちサテチね、ほら音全然違うでしょ。マジックマウスってね買った当初からね結構滑り悪いんですよね。だからパワーサポートのねアイテムとかで滑り良くしたりして僕使ってたんですけども、まあ、それと比較するとめちゃめちゃ軽いですね、うん、動作は。この辺はロジクールのマウスとかと全然変わらない。あの使い勝手とかね握り心地すごくいいです。僕ねあの結構大きめのマウス苦手なんで、こう手がね上がっちゃうんで疲れちゃうんですよ。だからこうやってねちょっとつまめる程度の、うん、軽いマウスの方がすごく使い勝手好きなんですけどバッチリです。そして左手ね、今左手で持ってるんですけども、左手でもね全然持ちやすいですね。うん、全然左でも使えるわこれ。違和感ないですね。左右対称の形状がしっかり効いてます。はい、こんな感じでも見た目はねアップル製品とめちゃくちゃ合うわ。パソコンでね作業するんやったらいろんなねボタン欲しいんですけど、まあ単純な作業とかでね外でちょろっと、まあ、文章打ち込む程度やったらもう全然十分ですね。
はい、というわけですね、こちらのサテチの M1 使ってみました。まあ本当にね、 Mac のためにあるようなデザインですよね。ただ Windows でも全然普通に使えます。で、最近 Windows パソコンもおしゃれですから、まあすごくね、かっこいいデザインなので、まあデスクトップの環境だとか、まあラップトップ周りをね、引き締めたい方、そういった方にはね、すごくおすすめじゃないかなと思います。そして秋登場のね、iPadOS で iPad でもマウスが使えるということで、まあ本当にぴったりのアイテムじゃないかなと思います。登場したらね、僕はこいつでマウス操作もね、バリバリやっていきたいと思います。価格はですね、 Amazon でまあ3400円ぐらいとなってます。まあちょっとお高い、まあ、サテチのアイテムね、結構いい値段しますからね。Mac とかね、 iPad にまあぴったりのね、デザインのマウスを探してる方には非常におすすめできるかなと思います。ただですね、複雑な作業にはやっぱり向いてないので、まあ特にね、僕も動画作成でね、結構ショートカットキー登録させて使ってますので、まあ、生産性を上げたい方はね、やっぱりこっちの多機能マウスの方がいいかなと思います。まだ概要欄にね、購入ページ貼ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。